皆さんこんにちは。私が今来ているのは JR 東日本東京駅でございます。今日はこの東京駅から特急サフィール踊り子号に乗って熱海まで向かいたいと思います。ちょうど特急サフィール踊り子号やってきましたね。非常にかっこいい2020年にデビューした超豪華特急です。全車グリーン車、いや久々に乗るけどかっこいいね。もともとスーパービュー踊り子ってやつあったんですけども、こんな新しくなっちゃってすごいね。それでこの特急サフィール踊り子号なんですけども、今いる東京駅から熱海まで乗りますと4460円特急料金とグリーン料金でします。いや結構高いですよね。さすが全車グリーン車って感じなんですが、実はですねこれからとある一工夫をすることによって特急料金並びにグリーン料金を半額にすることができるんですね。まあ、半額というか半額近くですね。はい、すごくないですか。とんでもない裏技を今から皆様にご紹介しようと思います。はい、じゃあその、ね、裏技をご紹介するわけなんですが、このサフィール踊り子号東京駅から乗るのをやめます。はい、これだけです。はっと、これからサフィール踊り子号に乗るのに東京駅から乗らない、お前は一体何を言ってんだこの野郎って感じなんですが、まあ、ご安心ください。はい、じゃあサフィール乗らないでどうするのかっていうとですね、これから東海道線の普通列車に乗りまして2駅品川駅まで向かいます。ちょうど、13分前に出るね特急じゃなくて普通列車小田原駅、これに乗ります。どういうことなのか、これから私はサフィール踊り子号に乗るというのにサフィール踊り子号をここで一旦見送るという形になります。はい、ということでね、東海道線の普通列車普通小田原駅やってきました。全然豪華じゃない、ただの普通の電車ですね。横にはすごい豪華で快適そうな座席に並ぶ特急があるのに、これをね今から一旦バイバイします。早くサフィール踊り子号に乗りたいですが、まだ乗ることはできません。半額にするためには仕方ありませんね。半額って普通すごいよね。はい、ということでね、東京駅から約10分東海道本線の普通列車に揺られ品川の方にやってきました。今乗ってきた列車ちょうど出ていくところですね。今回ねサフィール踊り子号に半額で乗るわけなんですが、やる工夫はこれだけです。はい、一体どういうことなんでしょうか。ほんとこれだけ、もうあとは特急サフィール踊り子号を来るのを待ってサフィール踊り子号に乗るだけです。はい、これで半額になるなんてやばいよね。はい、一体ねどういうことなのか、こちら特急券をお見せいたしましょう。これですね、品川から熱海前のサフィール踊り子1号のグリーン券と特急券になるんですが、ご覧ください、2300円となっています。東京から乗るとね熱海まで4660円するんですが、品川からにするだけでですね半額近く安くなるんですね。やばくないですかこれ。ええみたいな、停車駅にしてわずか1駅ですよ。それでこんなに変わっちゃうなんて一体どういうことなんでしょうか。 やばくない2300円ってね、本当なんか気軽に乗れるよね。4400円って聞くとちょっと厳しいけども、2300円だったら全然ね、あ乗るかみたいな感じで乗ることのできる値段になっています。これなんでこの1駅でこんなに変わるのか、それはねサフィール踊り子号に乗ってからご紹介しようと思います。あとねサフィール踊り子号やってくるまで15分ぐらいあるんで、適当にぶらつきながら待とうと思います。品川駅のねホームは結構日陰が多いんでね、夏場でも割と、涼しく過ごすことができます。東京駅はねちょっと日入ってくるからね。はい、ということでやってまいりました、特急サフィール踊り子号です。さっき東京駅で見たけどね、いよいよ乗車です。
ザフィール踊り子が踊るの本当に久々、1年ぶりぐらいかな、うん、いやもっとか、2年ぶりぐらいかもしれない。もうとにかく久しいです。今回ね、サフィール踊り子号半額で乗るわけなんですけども、ネット予約とかね、まあ一応今回駅ネット使って買ったんですけども、なんかそういう割引じゃないんだよね。普通にあのこれ定価です。はい、あの定価で、あの品川から乗るだけで半額になります。やばいよね、定価なのに半額になっちゃうなんて。それじゃあ乗ります。このね、床がね、もう高級感やばいよね。うん、ああ香りもいい香りです。というわけで、ね、サフィール踊り子号乗ったわけなんですけどね、すんごい快適ですわ。もう前後の幅もゆったりしてるしね、うん、これにね半額で乗れるなんて、いやーマジ最高すぎるわ。この列車ね、もうデビューから5年近く経つんですが、いまだにねほぼ全列車が満席、超人気です。はい、というわけでね、列車は品川を出発です。これから熱海まで約1時間ちょっとの旅の始まり。いや、東京からじゃなく熱海から乗るだけでこんなにね、あの安くなるなんてやばいよね。この列車は特急サフィール踊り子1号伊豆急下田行きです。このねサフィール踊り子号ね、いいのがね、こんな感じでアームレストついてるんですよね。非常に快適、リクライニングも深々倒れます。いやこれでゆったり2300円で熱海まで行けるわけだからね、いいよね。山手線の車庫が右に見えます。このねサフィール踊り子号車内販売がありまして、なんかあのサフィール踊り子号限定のなんかジェラートみたいなのとアイスコーヒーを頼みました。2つで1100円ぐらいでしたね。まあ、今回ね、まあ、だいたい2000円ぐらいあの値段浮いているので、まあ、浮いたお金でこんな感じでちょっと贅沢っていうのもいいんじゃないでしょうか。普通にアイスコーヒーうまそうだなと言っていたら、もうね列車はもう鶴見までやってきましたね。いや乗ってると本当にあっという間。グリーン車ってね、まあ、座席しか等級は変わらないけども体感時間もねすごい速くなりますよね。まあ、実際の速度っていうのは普通車もグリーン車も関係ないけどね。まあ、サフィール踊り子号に関しては全車グリーン車なんで、まあ、グリーン料金払わないとこれ乗れないけどね。こんなジェラート結構ね、あの硬いみたいで、溶かすためにちょっと放置しつつコーヒーをね飲んで待っていたんですが、もうねあの横浜だそうです。いや早いね、うん、もう横浜駅の到着放送がかかっております。はい、ということで列車ね横浜に着きました。この駅からも多分たくさんお客さん乗ってくるでしょうね。程よくねあの溶けてきた感じしたので、早速ねこのジェラートいただきます。上にみかんが乗っていてね、とても美味しそうよね。今ねこれ食べてみたんですけどね、すんごいまだ硬かった、うん、だけどね味は濃厚ですね、美味しい。てかね話戻るけど、このコーヒーあれなんだね、サフィール踊り子オリジナルブレンドだそうです。そりゃ美味しいわけだ。もうね気がつけば列車は青少エリアに入ってきてますね。茅ヶ崎をさっき通過したところです。もうそろそろ平塚出るかな、うん。でね今回このサフィール踊り子号ね、あの半額近い値段でね乗っているわけなんですが、これ一体どういうことなのかっていうとですね、 JR のですねあの運賃の距離、これがですねあのキーとなってくるんですね。一体どういうことなのかっていうと、あの JR のですね特急料金並みにグリーン料金っていうのはあのキロごとにですね計算しているんですよ。まあキロごとって言っても結構大雑把で50キロごととか25キロごととか、まあ、結構大雑把なんですよ。で品川から熱海っていうのはですね、これ実はギリギリ99キロぐらいでギリギリ100キロいかないんですよ。はい、なのであの100キロ以下のグリーン料金並びに特急料金が適用されて2300円っていうすごい安い値段になってるんですよね。
だけど東京から熱海となった瞬間にですね100キロ超えるんですよね。で100キロ超えるとですねさっき言った4460円っていう非常に高い値段に一気にですね特急料金が跳ね上がるんですよ。跳ね上がり方やばくないですか。一気に倍近くなるんですよね、100キロ超えるだけで。はい、なのでさっきですね東京から品川まで2駅東海道線乗ってね行ったわけなんですね。そうすると熱海までギリギリ100キロ切るのでね、はい、ちょっとボケてんな。普通にねこの100キロの壁って大きいよね。一番ねこの品川熱海がサフィール踊り子号の中でお得な区間ですね。うん、99キロぐらい乗れるのでと言っていたらもう今バニュー川越えましたね。あ、もうだいぶ神奈川県の西の方やってきたわ。列車小田原駅を通過です。ここまでねあんまり海とか見えていなかったんですが、ここから先ね熱海前の区間綺麗なですね太平洋を見ることができます。もう小田原か、早いな。はい、ということでね海見えてきました。いや美しい海ですよね、ここ東海道本線の中で一番好きな景色です。いや綺麗で、この辺りねすごい断崖絶壁のとこ走っていてね、海が見えたかと思ったらね山が見えたり急にトンネル入ったりしてね結構景色コロコロ変わるんですよね。なので見ていて全く飽きることはありません。あ、またギリ海見えたね。あ、海綺麗。この区間ね、さまざまな特急列車走ってるわけなんですけどね、個人的にサンライズに、ね、乗っていてね、ここの朝焼け見るのは結構好きなんですよね。サフィール踊り子の昼の景色もなかなかいいけどね、一番つまんないのは断然夜です。いやー本当に綺麗。この、ね、下に道路があるんですけどね、そっから見る景色もね結構いいんですよね。だけど鉄道の方が上を走ってるのでより遠くまで海の景色見ることができます。お、列車今ちょうど根府川駅通過ですね。綺麗な海が見える駅として有名な根府川です。おさらさんがこの辺り出るんだよね結構。列車湯河原を通過、神奈川県最後の駅ですね。次が今回降りる熱海です。湯河原駅にはね今ありましたけども E217系が疎開されてました。廃車待ちでしょうね。はい、ということでね帝国通り、今回下車する熱海に到着です。いやサフィール踊り子号すごい快適でしたね。というわけでね品川から99キロ地点にある熱海に着きました。久々に熱海来たな。うん、いや今回ねサフィール踊り子号たった2300円で乗ることができて本当に良かったわ。今回ね品川から熱海っていうギリギリ100キロ行かない距離でサフィール踊り子号乗ってきたわけなんですけども、この区間に乗るの非常におすすめできます。だって半額になるわけだからねやばいよね。うん、またこの区間ねそこそこ距離があるということで今回ね利用しなかったんですが、このサフィール踊り子号4号車のカフェテリアっていうね食堂車が連結されています。そこもねちゃんと使ってご飯食べることもできるんで、はい、前までねサフィール踊り子のカフェテリアって700円ぐらいで食べることできたんですけども、最近ねすんごい値上げしましてなんか2000円ぐらいするんだよね。ちょっとね高いなってことでね今回は食べませんでした。調べた感じエビワンタンとかねカレーとかありましたけども、にしてもちょっと高いんで、うん、食堂車でご飯食べるのってなかなか楽しくて僕結構好きなんですけどね、この間海外で食堂車味わってきたんで今回はいいかなっていうことでやりましたと言っていたらねサフィール踊り子号扉閉まり出発です。このサフィール踊り子号ね距離がね微妙なんでね、今回みたいな品川熱海みたいな乗り方じゃないと結構ね高い列車になっちゃうんですよね。東京から伊東もですね4460円、東京熱海と同じ値段に乗ることできるんですが、伊東から先伊豆急行に入るんでまたそこで値段が変わってしまうっていうね、なのでちょっと考えて乗らないと非常にお高くなってしまいます。ということでねサフィール踊り子号伊東線方面に出ていきました。お、隣のホームには金目電車止まってますね。伊豆急行線の車両です。走ってる区間はここ伊東線だけどね。はい、ということで本日は
サフィール踊り子号にほんの一工夫ね、まあ、東京から品川まで東海道線の普通列車に乗るという工夫をするだけでなんと半額で乗れてしまうっていうね、すごいお得な乗り方を紹介してきたっていう動画でした。これ普通に割引とかじゃなくてね、ただの JR の運賃のお話なので別に全然直前にとってもね安いです。ちなみに僕サフィール踊り子号これ乗るの昨日決めました。昨日の夜ね乗りで、あ、行こうかってことでね、あの行くことにしました。はい、ほんとふっからすぎるわ自分でも思うけど。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。